驚愕平野のののの目標が明らかに、にに母への感謝と友人幸せのために奮闘中。読者の皆さん、こんこちは。今回は芸能界の裏側に焦点を当て新たな視点から平野志洋の活動に迫ってみたいシリーズの最新エピソードでは彼の友情、仕事、社会的影響について探りますさて話題を変えて平野志洋さんの交友関係に焦点を当ててみましょう 芸能界にはあまり友達がいないように見えますが、その一方で友達になりたい人とは友達になりたいという気持ちもわかります。特に注目に値するのは、ナバの愛騎士との友情です。制作会社との打ち合わせ中、ロケ地や食べ物の話をしていた時、ショーは騎士が大好きみたいですねと呟いた。これは周囲の人々を驚かせ、彼が騎士に対してどれだけの愛情を持っているかを示しました。 その愛情は仕事中でも発揮され、朝になるとンと休みの日にどこに行くか話し合うほどだ。スタッフからは、平野さんは騎士が大好きすぎるんですとのこと。彼らはとても仲が良いのでとても仲良くなります。また、翔くんは神宮寺くんをからかうことが多いようですが、これは単なる冗談ではなく、妖怪人にとっては愛情表現の一環でもあります。 時には正当な交流に発展することもあるようですが、これも独特の友情の形と言えるでしょう。このように、平野潮と神宮寺くんの温かくて楽しい友情は、仕事の裏側で繰り広げられています。彼らの仕事に対する真摯な姿勢と深い友情は、読者の共感を呼ぶことでしょう。彼らの素晴らしいエピソードをもっと見るのを楽しみにしています。ショートのラインのやり取りにも注目してほしい。 リコちゃんも C 君からの LINE メッセージに満足したようで、そのうち69通のメッセージが届きました。一方的とはいえ、LINE を使っている人は意外と多いのではないでしょうか。しかし、ここでの下ネタのやりとりも C 君らしい。彼のユニークな一面が垣間見える瞬間です。次に、翔さんの役割について考えてみましょう。金プリの解決にジントナイトが協力してくれたことに感謝していた。翔君は基本的にどんな仕事でも受けます。 これは、個人の成功だけでなく、チームや友情にも影響を与えたいという彼の願望を反映しているのかもしれません。死、死ぬグループ思考が垣間見え、彼が一人ではなく、友人と一緒に成功したいと考えていることがわかります。それでは、目標を詳しく見てみましょう。彼は生活のためだけに働いているわけではないようだ。苦労して育った母も今では立派な家に住んでおり、親のために働く意味も徐々に薄れてきています。 イッシさんは自分の活動を通じて、戸部さんや制作会社の社員たちにお金という形で恩返しができると考えていたようだ。彼の目標の一部は、友人や周囲の人を幸せにすることです。最後に、ショーの純粋無垢なイメージについてお話ししましょう。彼にスキャンダルや夜遊びがあるという噂はありません。このことからも、彼が仕事に真剣であるだけでなく、私生活でも貧困法制であることがわかります。 平野修行の新たな一面や視点、その活動の多様性と豊かさを垣間見ることができた。今後も彼からの素晴らしいエピソードが見られることを楽しみにしています。